テネリフェに所属する MF 柴崎だけが、リーガ、エスパニョーラ一部所属のアラベスへ移籍する可能性があるようだ。アラベスの地元紙、ノーティシアズ・ディ・リアーが28日に報じている。今年1月末から所属するテネリフェ、リーガ、エスパニョーラ2部でのプレーが評価され、今夏の移籍市場で複数の一部所属クラブからの関心を報じられている柴崎。25日付のスペインメディア、イエルボーがベティス、そして26日に同、イエルディズマルエがラジオ局、オンダ、セロ、テネリフェの報道を引用して伝えたところによると、セルタやマラガも獲得に興味を持っているようだ。同3クラブと並んで、アラベスも移籍進む候補に挙げられていた。そして今回、より踏み込んだ報道がなされた。ノーティシアズ・ディ・リアーによると、柴崎のテネリフェからの移籍合意は時間の問題であるとのこと。その、テネリフェ島のクラブと選手の合意は明確で、柴崎は一部リーグでデビューできることになるだろうと、アラベス移籍に近づいていると伝えられている。25日付のスペイン紙、イエルディアも、アラベスがすでに柴崎の代理人と接触していること、数日中にオファーを提示するかどうかを決めることを伝えていた。複数の移籍進む候補が取り沙汰される中、いち早く積極的な動きを見せているクラブと言えるかもしれない。アラベスは 2015-16 シーズンのリーガ、エスパニョーラ2部を制して一部昇格を果たし、今シーズンは9位でフィニッシュ。移籍進む候補に挙げられている4クラブの中では無上位でシーズンを終えた。テネリフェは昇格プレーオフで惜しくも敗退となったが、柴崎が来シーズン、リーガ、エスパニョーラ一部でプレーする可能性が高まってきているようだ。果たして、新天地はどのクラブになるだろうか。
テネリフェに所属する MF 柴崎だけが、リーガ、エスパニョーラ一部所属のアラベスへ移籍する可能性があるようだ。アラベスの地元紙、ノーティシアズ・ディ・リアーが28日に報じている。今年1月末から所属するテネリフェ、リーガ、エスパニョーラ2部でのプレーが評価され、今夏の移籍市場で複数の一部所属クラブからの関心を報じられている柴崎。25日付のスペインメディア、イエルボーがベティス、そして26日に同、イエルディズマルエがラジオ局、オンダ、セロ、テネリフェの報道を引用して伝えたところによると、セルタやマラガも獲得に興味を持っているようだ。同3クラブと並んで、アラベスも移籍進む候補に挙げられていた。そして今回、より踏み込んだ報道がなされた。ノーティシアズ・ディ・リアーによると、柴崎のテネリフェからの移籍合意は時間の問題であるとのこと。その、テネリフェ島のクラブと選手の合意は明確で、柴崎は一部リーグでデビューできることになるだろうと、アラベス移籍に近づいていると伝えられている。25日付のスペイン紙、イエルディアも、アラベスがすでに柴崎の代理人と接触していること、数日中にオファーを提示するかどうかを決めることを伝えていた。複数の移籍進む候補が取り沙汰される中、いち早く積極的な動きを見せているクラブと言えるかもしれない。アラベスは 2015-16 シーズンのリーガ、エスパニョーラ2部を制して一部昇格を果たし、今シーズンは9位でフィニッシュ。移籍進む候補に挙げられている4クラブの中ではも上位でシーズンを終えた。テネリフェは昇格プレイオフで惜しくも敗退となったが、柴崎が来シーズン、リーガ、エスパニョーラ一部でプレーする可能性が高まってきているようだ。果たして、新天地はどのクラブになるだろうか。今年1月末から所属するテネリフェ、リーガ、エスパニョーラ2部でのプレーが評価され、今夏の移籍市場で複数の一部所属クラブからの関心を報じられている柴崎。25日付のスペインメディア、イエルボーがベティス、そして26日に同、イエルディズマルエがラジオ局、オンダ、セロ、テネリフェの報道を引用して伝えたところによると、セルタやマラガも獲得に興味を持っているようだ。同3クラブと並んで、アラベスも移籍進む候補に挙げられていた。そして今回、より踏み込んだ報道がなされた。ノーティシアズ・ディ・リアーによると、柴崎のテネリフェからの移籍合意は時間の問題であるとのこと。その、テネリフェ島のクラブと選手の合意は明確で、柴崎は一部リーグでデビューできることになるだろうと、アラベス移籍に近づいていると伝えられている。25日付のスペイン紙、イエルディアも、アラベスがすでに柴崎の代理人と接触していること、数日中にオファーを提示するかどうかを決めることを伝えていた。複数の移籍進む候補が取り沙汰される中、いち早く積極的な動きを見せているクラブと言えるかもしれない。アラベスは 2015-16 シーズンのリーガ、エスパニョーラ2部を制して一部昇格を果たし、今シーズンは9位でフィニッシュ。移籍進む候補に挙げられている4クラブの中ではも上位でシーズンを終えた。テネリフェは昇格プレイオフで惜しくも敗退となったが、柴崎が来シーズン、リーガ、エスパニョーラ一部でプレーする可能性が高まってきているようだ。果たして、新天地はどのクラブになるだろうか。